はい、秋冬もバッチリですね、これがあれば速乾性の素材に見える、うん、軽くて雨も弾きそうな、素敵じゃないですか。ちょっとその辺で売ってますんで、その辺ね、お前雑どこにあるか分かんないんですよ、どこだろあれ前じゃなくて上なんだ、その辺じゃないんだって、はい、上でした、はい、まあでもね、本当にね、あの最近はこういうね、グッズなどもね、はい、いろいろ手掛けられて、デザインも自分でされてるそうで、そうですね、すごいですよね、なんかそういうの好きなんでね、意外と自分が着たいものを作ろうかな、もう結局でもね、あの皆さんも応援してる大島選手のグッズを買えるということもあったら、そうですね、いいじゃないですか、なんか街中でも着れるようにと思って、着れる、やったんですけど、ちょっと目立つね確かに昨日これで国分町ちょっとあのご飯の帰りに歩いて、はいはい、ちょっと恥ずかしかったいやでも普通に街でね、タウンウェアとして着れま す、ね、山下選手はそういう計画はないんですか、そう、あのペンタゴン T シャツ以外、利益何円ぐらいですかやらしいわ利益ね、まあまあでもこういうの原価高いから大変だよ、そうね、そうですよね、こだわるとね、最初にドンって結構な金額出さなきゃいけないから、そうかそうか、売れ残ったらもうやばいですよ、買い取りですからね、まあ、なので皆さんぜひ買っていただいてですね大島選手のお財布に貢献していただけたらと思います、僕の財布には一切入ってない、入ってこないの、いやもう、 うちの社員のあれですよ、給料ですよ、お小遣いですか、なるほど、何にも入ってこないです、何にも入ってこない、そしたらもう山下選手やる意味あんまないですね、ないですね、いやだから違う、俺はだってスタッフ雇ったりとかいろいろやらなきゃいけないけど、はい、うん、そのただこういうの作りたいですって俺に言えば、うん、売れれば売れるだけこのお金入ってくるから、本当ですよ、いいスタッフがここにいらっしゃいましたよ、ちょっとまあまあまあ、というわけでですね、いよいよ残すところこのスゴとそれから最終戦になりました、まず今年は本当すごいですね、すごいですね、すごいですよ、開幕戦終わった段階で今年はおとなしくしとこうと思ってたんですけどそうですね、まあ、開幕はねちょっと苦戦した内容にはなりましたけれども、ここからずっと調子いいですね、はい、もう順調ですよね、やっぱそれだけもう車も仕上がっている、車は本当速いですね、どこ行っても速い、速い、いやもうそうなってくるともう運転しててもこうちょっとこう自分にもオーラが出てくるというか勢いつきますよね、やっぱり、いやまだ僕らレベルじゃねえ、オーラとかそういうの出ない、監督レベルにならないと、監督レベルはそうですねもう自分でオーラ作ってますもんね、そうですね、あの人ね出し入れしますからね、オーラをね、本当に新幹線乗ってる時とか綺麗にしまうからね、あとね、飲み会で知らない人が入ってきた瞬間とかね、そう一瞬でなくなるじゃん、うん、あ僕大丈夫ですあの目立たないようにするの何なんでしょうね、あれね、やっぱまあオーラの出し入れを今後山下選手ももう監督から直で勉強させていただいて、あもうあのオンとオフがすごい分かりやすい、そう分かりやすい、控え室にいる時のオーラ半端じゃないです、はい、あ本当に、はい、監督がいようが誰がいようがもう足伸ばしてバーンってそれオーラじゃなくて態度じゃないのまあでも、まあ、ある意味マイペースでいてくれた方が、まあ、大島選手も気が楽なんじゃないですか、気を使われまくるより、なんか羨ましいです、なんかこういう感じが、うん、本当になんて言うんだろう、早く走らせること以外何もできないんですよあとゲームね、あとゲームね、うん、最近ゲームもあんまやんないね、ゲームやんなくなっちゃったんです、あらそうなんですか、新しいの探さなきゃね、はい、あれもうシミュレーターで、シミュレーターというか、まあ、e スポーツの世界でも活躍できるぐらいの実力をお持ちだと聞いてますよ、なんかテレビを見るとだんだん目が疲れるようになってきて携帯とか見すぎるとなんか頭痛がしてくるいくつでしたっけ、最近もうなんか、ね、年齢的な悩みが多くて、あらあのちょっとね髪の毛が薄くなってきたって悩みがちょっとそうなんですよ、そうなの、まあ、ちょっとなんでちょっとニヤニヤしてんの、昨日あの先輩に写真を撮ってもらって、はい、頭皮のなかなか衝撃的なんですよ、たまたま僕がストーリーを撮ってたんですよね、はいはいはい、食事会の時に、うんうん、そしたらたまたまヤマケンが頭下げて頭皮が映っちゃったんですよもう上が、上がね、そしたら、うん、え、やばくないですか僕みたいになって、ああそれでちょっと真ん中にしちゃった、しょうがないらしいんですよ、あら結構ですよね、もうこんぐらい、多分でももともと多分毛が細くて猫毛というか、俺とは真反対にいるから、そうだよね、そうか、多分とりあえず走行が終わったらすぐシャワー浴びた方がいいって言ってるんですけどえそうなの、いや、やっぱこう清潔に保つことが一番、あそうね、頭皮をね、何の話やねん僕らの仕事は頭皮にとってはかなり、いや本当にそうだと思いますよ、やっぱバラクラかぶってその上にまたヘルメット、すごいね、しかもタイトなやつを、遊びの一切ないやつをギューってかぶらなきゃいけないし、なんかあのバラクラにリアップとか仕込んどいたらいいんじゃない、
そうですね。汗をかくと浸透するシステムみたいな。でもやっぱそのなんですか、油が頭皮のその毛穴に詰まるとやっぱり抜け毛の原因らしいんで。調べてんじゃん。もうそれさ、なんかもうオルテックさんかなんかに言って簡易シャワーとか作ってもらえばいいじゃないですか。あれ頭の洗い方が下手なんじゃないの。そうかもしれないですね。髪の毛だけ洗っちゃダメだよ。ああ、頭皮の毛穴やってます、やってますちゃんと、ねね、勉強になりますね。だから何の話やねんって話ね。の話。いやいや本当にだから、うん、まあ、今年は本当にまあそういうね、そのまあ、ここの大事なレースでもこういう話が出るぐらい、まあ、非常に落ち着いたというか、車に関しては不安のないシーズンだった。そうですね、まあ、本当ね、阿部エンジニアが入ってきてくれて、はい、まあ、そこも任せられる、うん、ちょっとね、前回のオートポリスだけ、ちょっと悩んでましたけど、うん、いや、でもとはいえですよ、よくあの順位でもうフィニッシュしましたよね、予選から。ね、上出来ですよね。いやいや、上出来どころか本当素晴らしかった、素晴らしかったですよね。びっくりしましたよね。本当にすごい持ってるというか、吹いてますね風。そうなんですかね、うん、まあ、ちょっとなんか最近37に行きかけてる気がするんで。いや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 、なんか僕ら的には10点もあるからって思ってるんですけど、はい、なんかね周りがそうですね、ちょっとなんか、そんなの行くんじゃねみたいになってるんですけど、そんなことないよって思ってるんですけど、ね、そうですよね、下馬評はそうなっているけど、やっぱりそこはまあ抑えたい。そう、そうですね、残り2戦で10点ですからね。まあ、僕らが追いかける立場だったらそんな簡単じゃないなってやっぱ思うし、そうですね、まあ、ただ16点あったところが10点になると、そうか、すげえ不安なんですよ。なんか贅沢な悩みですよ。まあ、いや本当にでもそうですよね。今回でも37号車もリストリクターとそれからウェイトという形になってますけれども、まあ、6号車も同じくリストリクターとウェイトと。そうですね、はい、リストリクターもついてるのに全車で一番重いっていうね、うん、そうなんですよ、ね、なんかでもそんな中でまさかあんなに予選で戦えるとは思わず。そうですよね、うん、まあ、ちょっと僕 Q2 失敗してダメでしたけど、うん、いや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 、まあまあでもちょっとこうなんていうのか、タイミングであったりとか、まあ、本当にまあコンマ以下のね戦いの中でこの順位が決まっていくわけですから、まあレースになるとどうなるかもう分かんないですよね、うんうん、この後雨降るはずはず。いや、なんか嘘みたいな天気になってますけどね。2時ぐらいから降るはずなんですけどね、うん、あ、そう、6号車的にはやっぱ降った方がいい。どっちでも、いや、うん、どっちだから、まあ僕の、あ、違うな、まだ言っちゃダメか。今コロッといい情報が出かけた。まあでも山下選手的にはどっちなんですか。僕どっちでもいいんじゃないかなと思ってるんですけど、根本的にはドライとウェイトどっちが好きですか。そもそもまあ普通に走る、普通に走ることないんだけど、ドライの方がいいです。あ、やっぱりウェイトが好きな人なんかいないんじゃない、うん、本当に。まあだからその得意な人とかいるじゃないですか、雨の走行が、まあ、得意、速くないは別としてね、楽しくはないですよ。あ、なるほどね、やっぱストレスはその分かかりますよ、うん、ここのでもウェットであの台数で走ったら結構危なくないですか。ずっと一人で走れるなら楽しいですけど。確かに確かに、そういうわけじゃないしね、あの300クラスも混走してますし、またね、こういうなんかね、シリーズチャンピオンを争ってる時にも、はい、そういう不確定要素はできるだけいらない。あーだね、そうですよね、まあ、それが、ね、まあ、追い上げる、ね、チームであれば、まあ、ちょっと荒れた方がいいっていうところもありますけど、見てる側からしたら面白いんでしょうけど、ね、そう、まあ、でもね、逃げる側からするとやっぱりね、あの安定して、まあ、自分たちの走りをしたい、うん、なんで、ね、どうだろう、27周目ぐらいで降ってくれれば雨が、はい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 、27周ぐらいでピンポイントできましたね、うん、降ってくれれば何かが変わるかもしれない。これで本当に27周近辺で雨降って、うん、僕ら表彰台ボーン行ったらすごくないですか。神今年ありえんじゃないかなと思って。いや、私それ買うわ、そしたら運をもらうために買います、自腹で、うん、ありがとうございます。そしたらなんかちょっといいこと起こりそうな気がしませんか。なんかね、まあ、でもシーズン中に2連勝したチームって、はい、うん、過去の統計上チャンピオン取ったことないらしいです。そんなん言うの。いや、なんかこれをなんでそんなん言うの。国本だよね。まずなんか国本が調べて LINE してくる。調べんな。なんだろう、あのメンタル潰そうとしてるのか応援しようとしてるのかよくわからない。多分彼天然ですよね、普通に。いや、でもさ、今まで2連勝したチームってだから何チームあったの、何回やったの。わかんない、すごく少なそう。1回とかでしょ、うん、でそれがたまたま取れなかっただけで、はいはい、まあ、でもだからそうですまだ五分五分でしょ、うん、そのし、はい、50% もあるし、その2連勝して優勝して初めてのチームになるっていうね、歴史に名を残すチームになる可能性ももちろんたくさん残ってますから今。
ね、まあ、おっしゃる通り10点ありますし、まあまあ、重いとはいえね、まあ、直接のライバルである相手方もやっぱリストリクターを積んでますし、え、どうなんですかこの、あの、スボーにおいて の、 そのリストリクターの影響っていうのはありますよ。 ありますか、やっぱり、まあ、ストレートスピードでいうと3キロちょっととか伸びないですけど、うんうん、まあ、ストレートの短い、はい、うん、あとはだからストレートの手前のコーナーがそこそこスピードが高いんで、はい、まあ、頑張って速い速度のまま立ち上がれば、うん、まあ、なんとかごまかせる、うん、まあ、じゃあその、まあ、鈴鹿ほどかなりの影響を受けるというサーキットではないよ、まあ、そこの分はまだじゃあちょっと助けられたというか、そのレイアウトに助けられた部分はありますね、うん、あとはもう気合でプッシュ。そうですね、気合、まあ、もう雨降ったら行くしかないですからね。いや、行くしかないですよね、山下選手も行くしかないですよね。行くしかないですね。ね、ちょっとこう珍しくキリッとしてる気がする今日は。ちょっとサングラス取ってみて。目ずっとあの目で喋ってますよ。本当にやめなさい、ピスタチオみたいになってるじゃん。もうやめて、もう本当に逆に目疲れるからやめて、心配になるからもう本当。まあ、でも本当にあのちょっと余裕すら感じるような気がします。まあね、あのやっぱレース前ですからね。緊張しますよ、プレッシャーも感じるし。そりゃそうです、うん、まあ、ただ、ね、実力以上のことできないんで。いや、でも本当にあの今年のその空気というか、やっぱりタイあたり、そしてまあ富士あたりからちょっとやっぱチームの空気も変わってきたんじゃないですか。うん、ね、なんか本当久しぶりに勝ったんで、うん、まあ、なんかね、メガリフたちもやっぱ勝った後いろんな楽しい思いもして、いろんな楽しい思いもね、いろいろご褒美もあって、ね、そうね、で、いい思いするとやっぱね、またこれ味わいたいってみんな思って頑張るし。そうなんですよね、そのあの勝ち方をそのスタッフ全員が覚えるっていうのはとても大事なことですよね。まあ、本当努力すれば、ね、うん、いいこともあるんだなって方、みんな分かったと思う、うん、すごい頑張ってくれ。いや、本当にね、あの主軸として長年やっぱり大島選手貢献してこられましたから、まあ、ここは何としてでもね。そうですね、ちょっとこんだけ優位なシーズンを過ごしてきて、うん、取れなかったら相当ダサいんで、なんとかしないと。いや、本当に本当に、あの、まあ、とはいえやっぱり、ね、難しい過ごで、ちょっとなんで笑ってんのって、なんで笑ってんのってニコニコして、多分あそこのにいるレースクイーンと目が合って、多分ニヤニヤしてるから。そういうこと、そういうこと。あ、ごめん、もっと後ろの方だった。ちょっとオールテクレディが来てるから本当にもうね、応援してくれてるんだよね、一緒にね、チームの一員ですからね、みんな。そしてあそこに社長もいるっていう、ね、社長一番目立つ服着てますから、ね、そうなんです、そうなんです、自らね着てらっしゃるっていうね、オールテクの社長さんですね。いや、でも本当にね、あのこうやってサポートをね、まあ、レースクイーンはじめ、まあ、それからさっき登場してくださいました若尾警備官さんはじめ、みんなでね、分かち合いたいという気持ちにももうなってきてるんじゃないですか。そうですね、まあね、まあ、今回もまあまあプレッシャー感じてきましたけど、そうでしょう、今回ね、差詰められると、もう最終戦までまた長いんで、そうですよね、その、あのメンタル的な部分もね、モチベーションを保つとか、コンセントレーションの維持をするとか、そういうこともやっぱり大事になってきますね。なんとかね、決めちゃいたいね、今回ね。そうですね。山下選手もそういうプレッシャーっていうのを感じるタイプですか？いや、めちゃめちゃ緊張します。落ち着けなくていいから。いや、でも本当実際のところ、そのなんていうか、割と自然体でレース今でもできてる。いや、別にそんなにチャンピオンにそんな絶対取んなきゃいけないとかっていう気持ちか。気持ちでしょ。気持ちですよ。もうびっくりした、今もう一瞬ヒヤッとしたわ、着地点に。このメンタルがね、羨ましいです、ね、いや、でも本当もうだからこそいいバランスなのかもしれないですね。でもなんかジュイチさんが一番ソワソワしてないですか。誰、ロニーさん。ジュイチさん。あ、ジュイチさん、あ、そうでしょうね。まあジュイチさんもでもそうですよね。ね、なんかのそう、やっぱりこう司令塔になると自分が走れないっていうね、自分はもう待ってるしかないっていうところもあるでしょうからね。いや、もうチーム全体でぜひね、分かち合っていただきたいと思います。さあ、それではですね、お時間の方がそろそろ迫ってまいりましたので、記念撮影タイムとさせていただきたいと思います、はい、ドライバーお二人はですね、マイクを椅子に置いていただきまして、後方脚立の方まで、ご覧いただきたいと思います。あ、カメラマンさんの三橋さんの方までご覧いただきたいと思います。180度後方を向いてください。で、真ん中通りますので進行ご協力ください。個別の握手、サインはご遠慮いただけたら嬉しいです。
さあ、というわけでですね、180度くるっと向いていただきまして、最終コーナー側でございます。こちらの方でですね、カメラのレンズがかなり広角になっておりますので、ハの字に広がってください。頂点の方はギュッと三角にギュッと寄っていただけたらと思います。そして後方の方結構入りますけれども、今ねかなりの お客様お集まりいただいておりますので、入りたい方はですね、真ん中にちょっとずつ、真ん中の人もちょっとずつ真ん中に寄ってあげてもらっていいですか。すいません、皆さん真ん中にちょっとずつ、皆さん真ん中にちょっとずつ寄ってください。両サイドの方入っていただきたいので、すいません、ぐーっと真ん中寄ってください。ありがとうございます。ぐーっと寄ってください、ぐーっと寄ってください。後で場所取り戻っていただいて結構ですから、写真撮影の時だけご協力ください。それでは3、2、1レクサスでいきます。レクサス公式ポーズ、右手です。手の甲をカメラマン側、親指手、人差し指はコースと反対側です。はい、これあんまり上に手を上げちゃいますと後ろの人の顔隠しちゃいますので、真ん中、それから前の方はですね、顎の下でかっこよくいきましょう。レクサスポーズ、スゴーでするの今日最後です。いや、監督特賞あるわ。最後ラス2です。皆さんぜひですね、レクサスポーズお願いします。それでは練習からいきますね。3、2、1、レクサス。はい、本番いきます。三橋さん OK？よろしくお願いいたします。さあ、今の写真なんですが、トヨタガツイレーシングのウェブサイトの中、熊吉ワールドという熊吉のページございます。こちらのフォトギャラリーに記述中にアップされてまいりますので、ぜひダウンロードしてみてください。というわけで、本当にたくさんのお客様をお集まりいただきました。そうですね、こんな朝早くから。本当にこの後雨降るんですよ。いや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 、絶対家でテレスポーツ見た方がいい。いや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 、ありがとうございます。そんな中をね、来てくださって、ね、生でたくさん応援してくださいました。ぜひね、ファンの皆様にメッセージをお願いしたいと思います。はい、ちょっと8番手から追い上げになりますけど、チャンピオン争いしている37号車、はい、絶対負けないように頑張りたいと思いますので、うん、応援よろしくお願いします。頑張ってください。山下選手お願いします。はい、結構今日荒れると思うので、37がそこに巻き込まれて素直すぎるぞ僕たちはそこをスルスルっといけるように頑張るんで。そうですね、よろしくお願いします。応援スルスルといきましょう。はい、ありがとうございました。それでは大島達也選手、山下健人選手でした。頑張ってください。はい、というわけでね、お届けしてまいりましたドライバートークショーでした。いかがでしたでしょうか。この後ですね、監督トークショーが9時20分から開催されてまいります。このままお残りになられる方非常に多いかと思いますけれども、ご存知の通り須郷大変です。このレイアウトが狭くなっておりますので、後方ですね、通路の確保のためになるべく前にお詰め置きをいただきまして、皆さんぜひですね、譲り合ってのご観覧をお願いしたいと思います。今ね、おかけの方もちょっとずつちょっとずるずるっと前に来ていただけると本当に助かります。すいません、ありがとうございます。自分の前